こんばんは。大体日曜日もしくは月曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。今週もネタが盛りだくさんですよ。かなりの豊作でしたね。まずは28日の社説老朽原発再稼働は認められないを見てみましょう。老朽原発って老朽新聞がよう言うわっていう感じです。やはりこれまで重大な事件を起こしたということで、老朽新聞も再稼働させない方がいいんじゃないでしょうか。今、脱炭素の流れができていますよね。でも脱炭素ならではこそですね、原発の活躍の場ってのが出てくるんじゃないでしょうか。しかし朝日は原発も石炭もダメだっていう感じですからね。無茶を言うなと。原発の運転は40年までとの原則を骨抜きにしてはならない。古い原発を着実に閉じ、脱原発につなげていくべきだ。福井県にある関西電力の美浜3号機、高浜1、2号機の計3基の原発について、杉本達治知事が近く再稼働に同意する見通しだ。福井県議会と美浜、高浜両町は手続きを終えており、運転開始から40年を過ぎた老朽原発が初めて動き出す。東京電力福島第一原発の事故を受けてできた40年ルールには1回だけ最長20年延長かとの例外規定も設けられた。電力不足などに備えて用意されたこの仕組みが温存への手段にすり替わった。政府と地元自治体、関電は再稼働で一致するが、原発頼みで将来を描けるのか。原発頼みっていうか、やっぱり原発ないと将来描けないでしょう。原発は絶えずメンテナンスをしていますからね。だから老朽化って言うんですけど、いや、使えますよ。再エネを増やしていくにしたって、使える原発はどんどん使っていかないと、コストだけが上がってしまいますよ。なぜ極端に走って、もういきなり原発もやめろ、石炭もやめろみたいな方になってしまうのか。理解できません。原発は安定した電力供給が可能になっています。太陽光だと夜発電できないとかありますけど、原発は関係ないですからね。そしていちいち燃料を輸入しなくてもいいっていうのがメリットですよ。島国日本にこそやはり原発は必要なんじゃないでしょうか。さて次に行きましょう。就任100日目で議会演説に臨んだバイデン大統領についての社説ですね。朝日新聞的には物足りない様子だったようです。国際社会から見れば今回のバイデン氏の演説は外交への言及が物足りなかった。中国への対抗を強調し、同盟重視を確認したものの、全体的には米国内の立て直しを最優先する姿勢を鮮明にした。米製品の調達を増やすバイアメリカンを掲げた一方、米国を含む世界の繁栄につながる自由貿易の原則には触れずじまいだった。その点はトランプ前政権から続く内向き志向のようにも見える。バイデン氏は気候危機やコロナ禍などを念頭に、現代の問題はどの国も一国では解決できないとも述べた。ならば世界を悩ませる米国第一主義から明確に決別するべきだ。外交への言及が足りないということなんですけど、まず何といっても国内の安定がないと外にも目を向けられませんからね。日本も今や財政が厳しいとか言われていますけれども、そういう状況を刷り込まれて、それでいて他国にめちゃくちゃ支援してるとかってなったら、いや順序違うじゃんってなるのが国民感情ですよ。まずは何を言っても自国が第一ですよね。社説では米国第一主義から決別って言いますけど、それも難しいんじゃないでしょうか。まずどこの国も自国があって、そこから他国と協調っていうことになるでしょう。現状どこの国も苦しい中で、まあ身を滅ぼしてまで協調っていうのはおかしいですからね。というかひよってるアメリカにはどこもついていかないんじゃないでしょうか。なんて言ってもアメリカって盟主なわけですよ。アメリカなら中国に打ち勝つと、そういう威厳があってこそ、アメリカを中心とした民主主義社会の結束っていうのは強まっていくんじゃないでしょうか。そのアメリカが弱々しい感じになってしまうと、もうどんどん突き進んでしまう中国のさらなる増長を招きますよ。さて次に行きましょう。最近特集でやっていたカスムリアルという記事はなかなか読み応えがありましたね。SNS 時代になって情報選択ってめちゃくちゃ難しくなってると思うんですよ。そういう中においてやっぱちょっと変な方向に流されてるなっていう人もいますよね。2日の記事では冒頭、都内に住む53歳の女性が登場するんですよ。今年2月に22年連れ添った夫と離婚したって言うんですね。この夫はですね、ちょっとやっぱりいろいろ問題があってですね、コロナはただの風邪というチラシを周辺に配ったりとか、ノーマスクで飲食するコロナ飲み会をたびたび開いていたと。ちょっとこれどうなんっていうことで、息子娘と相談して離婚を決断したそうです。やっぱ家族関係にも影響が出てしまうんですよ。続けて大阪に住む28歳の女性の話も見てみましょう。大阪市の女性が近くに住む50代の母の変化に気づいたのは昨夏だった。昨春までは消毒用のアルコールを買いに並ぶなど感染対策に気を配っていた。それが突然マスクの人を蔑むようになり、ワクチンにはマイクロチップが入っているというようになった。通りがかりの人や店で横に座った人にまで行って回った。聞くと通っている神戸市のクリニックの医師に教えられた YouTube の動画を見続けていた。動画が削除されると真実だから消されるといったコロナ陰謀論を主張するグループに財産をつぎ込んだといい、親族にも無心して回り、女性の元にも来た。断ると激怒した。女性には今春娘が生まれた。少し落ち着いたら引っ越す。あんなおばあちゃんには会わせられない。評論家の真鍋篤さんは孤独な人の増加が背景にある。コロナが拍車をかけたと指摘する。現状に不満や不安を持つ人にとってあなたは悪くない、奴らが悪いという陰謀論の物語は魅力的だ。SNS で発信するとおかしな主張でも目立てば1000単位で反応がある。事実かどうかは関係ない。苦い現実よりも居心地が良く、より過激化していく。ワクチンにマイクロチップって常識的に考えたらないだろうって僕なんか思ってしまうんですけど、やっぱ信じちゃう人っているんですよね。この手の話って一般の方だけじゃなくて、ちょっと前に話題になりましたけども、福井県の県議会議員もハマりまくってるんですよ。4月30日の朝刊一面でこの人について取り上げていました。コロナのワクチンにはマイクロチップが入っていて 5G 電波で操られる。打てば5年で死ぬ。菅も麻生も逮捕された。今表に出ているのはゴムマスクやクローンだ。福井県の斉藤新緑県議、町議から数えて議員生活は30年、県議会議長も務め、今は自民党県連のナンバー2、会長代行だ。議会報告の冊子ホットラインを2月、地元の堺市で約1万6000部配った。ワクチンは殺人兵器、911のテロは CG と記した。菅も麻生もクローンって、いや、そんなバカなって思ってしまいますけど、やっぱこれもね、信じてる人いるんですよね。このインタビューの中で斉藤県議はホットラインについて励まし絶賛の声が殺到したと述べています。これ本当に難しい問題で、僕からするとこの人はちょっとおかしいなって思っちゃうんですけど、逆に向こう側から見るとこっちの方がね、おかしく見えちゃうんですよ。なぜこんなにたくさんの証拠があるのにお前はコロナワクチンの真実を知ろうとしないんだみたいな。ワクチンに関する陰謀論は今後さらに加速すると思いますよ。というかもうすでにあるんですよね。ワクチンでマイクロチップを埋め込まれて 5G でそれを操作して、であとワクチンパスポートでもうなんか全世界を管理するんだみたいなやつ。ネタなら面白いんですけどね、ガチっぽいからちょっと怖いんですよ。この特集なかなか面白かったですね。僕も離婚されないようにですね、陰謀論には気をつけたいと思います。さて今日の最後は1日に掲載された経済気象台を紹介します。以前も1回2回ぐらいは取り上げたことのある欄だと思うんですけど、これ第一線で活躍している経済人、学者ら社外筆者が執筆しているというものです。今回はタイトルからして奮発ものですね。題してコロナ復興税の勧めは、日本では安倍前政権が消費増税を2度延期したように、政治家は不人気な増税から逃げたがる。財政は先進国で最悪なのに人心を金で買おうとするような政策が目につく。だが国の借金のツケを払うのは国民だ。無駄な支出で将来世代に迷惑をかけることを誰が望むだろう。東日本大震災の後には所得税や住民税などに特別税を上乗せし、最長25年かけて復興費用を国民が負担する仕組みを作った。今回の後始末をどうするのか議論されていない方が心配になる。コロナ復興税創設すれば良いのではないか。いやダメでしょ。朝日新聞のような大新聞に執筆するぐらいですから、これ一流のまあそれやっぱり力のある方だと思うんですよ。だけどそういう一流の方の認識がこの程度かってなると、日本やばいわってなりますよ。震災の復興税にしてもやはりタイミングがおかしかったんじゃないでしょうか。将来のツケ以前に経済ボロボロになっている時に増税なんてしたら、もっと景気悪くなるじゃないですか。今コロナの影響で失業されている方もいますし、まあ自営業でお店やってる方は閉めたりしてるわけですよ。コロナ後を見据えているのであれば、必要なのは増税じゃなくてさらなる景気回復策なんじゃないでしょうか。国民がもっとお金を使えるように、そして循環していくような政策が求められていますから、増税じゃなくてまず減税の方ですよね。経済を盛り上げて大きくしていかないと、これあらゆる面に波及してくるじゃないですか。例えば安全保障だって経済がちゃんと伸びていかないと予算取れませんからね。中国がどんどん軍拡しているのは経済がどんどん伸びているからです。日本もいい加減増税じゃどうにもならないって学んだらどうなんでしょうか。この何なんでしょうね、日本社会っていうのはもう無限増税ループ的な、だからあらゆる税がどん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 増えて、伸びて伸びて伸びてって、それは国民疲弊するわ。ということで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。